今日はあんみつにこれを買ってきました。ハムハムピューレ。今日はこれをあんみつにあげたいと思います。このハムハムピューレなんですけど、乳酸菌配合でお腹の健康維持をサポートっていうことで、乳酸菌は以前飼ってた白玉にも結構あげてたやつですね。で、味はヨーグルト風味のささみベースらしいです。対応している小動物はハムスター、ハリネズミ、モモンガ、フェレットみたいですね。じゃあ早速開けてみたいと思います。なんかね、これあれだよね、よく猫ちゃんとかにあげるチュールに似てるよね。同じところが出してるのかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、中はこんな感じになってます。さすがにこれ一本あげるのは多すぎるので、まぁ、ちょっとだけあげたいと思います。じゃあ、あんみつを。あんみつおいで。よいしょ。食べてくれるかなぁ。はい、あんみつ、これ。お、ちょっと待ってね。なんかこれ、ちょっとゼリー状みたいな感じなのかな。はい、あんみつおいで。あんみつおいで。ほらほらほら。お、食べる食べる。食べてる。あ、結構好きかも。これゼリー状だから多分頬袋には入れられないと思うんだよね。ちょっと食べてくれてますね。こうこうこう。あんまりね、あんみつはね、視力が低いんだよね。あんま目見えてないから、多分匂いで判断してると思うんだけど。はい。あれ？あ、食べなくなっちゃった。ヨーグルト味はあんまり好きじゃないのかな。最初ちょっと一口だけ食べたんですけど、その後、あんまり食べなくなっちゃった。はい、あ、みちこちこち。ダメだね。ちょっとだけ食べて飽きちゃったのかな。じゃあ全然食べなかったから、あんみつの好きなこの人参をあげたいと思います。もともとね、なんか白玉がお腹弱かったから、白玉だけ、ひまわりの種をあげないのはちょっとかわいそうで、前からあんみつも白玉もどっちもひまわりじゃなくて人参をあげることが多かったんですけど、こうやってね、人参は飛びついてくれるんですよね。なんか掃除機みたいに吸い取っちゃう。すぐなくなる。でも好きなものはね、こうやってね、食いつきがいいんですけど、まあ、これね、いっぱい食べてるようで、頬袋にほとんど入れて、あとは部屋に持ち帰るんですよね。で、なんか好きな時に食べてるんですけど、まあ、こんなもんにしておきましょう。あまり揚げすぎるも良くないからね。はい、というわけでこのハムハムピューレ揚げてみたんですけど、あんみつはあんまり好きじゃなかったみたいですね。これ多分ね、白玉だったらすごい好きだったかも。白玉はね、乳酸菌結構食べてたので食いつき良かったと思うんですけど、あんみつはちょっと微妙だったみたいです。あともう一つ、あんみつがですね、ケージの中でこう悪さができなくなってしまったので、最近はずっとこの辺を舐めるようになっちゃったんですね。で、今回は小動物用木製かじり木を買ってきました。これを入れてあげたいと思います。これはチンチラとかにもあげられるんですけど、かなりちっちゃいので。ちょっとね、風にはあんま向かないのかなと思います。こういう感じですね。で、固定もできるんですけど、これ固定する場所ないので、このまま入れてあげたいと思います。ほんとすごくてね、ここにちょうどね、ハムスターって空気の流れを感じ取って、そこから先出口があるっていう風に思ってるみたいで、ここの部分、ちょうど隙間があるので、ずっと舐めてるんですよね。よいしょ。なので、このかじり木を、この、端っこちょっとこう開けて、
ここにセッティングしてあげようと思います。開けなくてもいいか。そのまま乗せちゃおうか。おもちゃだからね。あー、これじゃあ意味ないかな。これだと結局これに乗って舐めるだけだもんね。立てかけとこうかな、こうやって。あ、でもこれだと倒れちゃうしな、ドンって。こうしておこうか。こんな感じで。ちょっと危ないかな。これ危ないかもね。ちょっとね。こうしておこうか。網閉めるよ。よいしょ。これだったらいいかな。本来は逆にしたいんだけど、反対側にしたいんだけど、そうするとここ足場にして結局ここ舐めるから、ちょっとこれで様子見てみようかな。だいぶ狭くなっちゃったけど、遊ぶものがないからね、ちょっとでも遊べるものを置いてあげたいから、ちょっとこれで様子見たいと思います。